できる。その言葉を胸にこの1年過ごしてきた翔くん。翔くんらはこの1年何度も自分に問いかけたであろう。死とは何か、生きるとは何かを。その答えを知る方はあのお方だけ。さあ、その名前を叫び、その再来を歓喜と共に迎えるがいい。神だすがいい。神くま、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 死という最高の贈り物を。今あるものはないもの。出会うはずの人に出会わず、聞けばいい心の声を知るのさ。命の音をここで裏と表がある。
年間お前たちの様子を伺っていた。きっと今日は最高の日になるぞ。生まれるのだ、そして滅びるのだ。死は誕生であり、誕生は死なのだ。海に風が吹けばそれは波に、雨が地に降れば花が咲く。けれかにしても見せてくれ、死は誕生、誕生は死。したか。私が腹からいなくなったハミクマはただの人形のように見えるだろう。それは違うのだ。今ハミクマはその魂と体が分離し、生と死のエネルギーの狭間にいるのだ。お前たちは感じるだろう。
死がもたらす生のエネルギーを、体の中から支配される喜びを、生と死のエネルギーは今ここでイコールになる。ハビクマのエネルギーは生と死、二つの世界をつなぐのだ。そして永遠を生きるのだ。Yeah!
きます。それは